ゴータカシまたはゴ若照は、新末、中華民国の革命家、政治家、教育者、言語学者、中国同盟会以来の革命派人士で、中国国民党の反共右派として知られる。名の高志久志カシヒ字の若照のいずれも使われることが多いが、本校では名の高カシヒを便宜的に使用する。休名は、番号は、上月。 貧しい家庭に生まれたが、後高志久氏は苦学の末に22歳で秀才となった。1891年に里試みで合格したが、その後開始を二度受験して二度とも落第している。1897年に北洋大学堂にて、漢文教習となった後、呉は変貌思想に傾倒し、皇位の校舎上書に署名を連ねた。1899年、 南洋工学学長となり、さらに、群れ里司会と呼ばれる団体を結成して、再現場へと友人となっている。1901年春、小高志久氏は、自費で日本に留学し、広文学院で学ぶ。翌年、成城学校入学を望む、留学生のために、クレは、中日講師館前での座り込みデモに参加した。しかし、中日講師、 蔡筆氏により強制排除され、クレは悲憤のあまり自殺を図ったが、日本の警察により救護されている。その後間もなく帰国した。帰国後、クレは、蔡玄梅、小平林らと上海で愛国学者を組織し、語が学官となった。その後、阪神の言論活動を展開したが、1903年に指名手配を受け、香港に逃亡している。 間もなく後高志久氏はイギリスに渡り、ロンドンで孫文と出会う。後は孫の思想に傾倒し、1905年冬、中国同盟会に加入した。翌1906年12月、クレは、長子杖、リーシソラとパリに移り、世界社という団体を結成した。1907年6月には、週刊誌、新世界を観光し、 民主革命と同時に無政府主義の学説を宣伝した。1909年、クレはロンドンに戻り、英語や同伴写真技術など様々な分野の学術、芸術を習得している。侵害革命が勃発すると、後高志久氏は急遽帰国し、1912年1月、南京にあった村文の下に駆けつけた。孫はクレに教育総長の地位を提示したが、 クレは孤児氏、全国読み運統一会会長に就任して、中国語の表記方法の改善に尽力。1913年の第二革命で革命派が敗北すると、クレは再び欧州に赴く。むく。1915年夏、後高カ久氏は、リ子シソ、サイ・ンバイ、王朝明らとパリで、め法、見学会や、花法教育会を組織し、近郊見学運動を展開した。 1917年、クレはローマジボ派だったため、編集派の王将読み音統一会副会長と議論がまとまらず、結局、小平林の考案した中音ジボで決定し、国音辞典を商務印員書館から刊行したには、北京政府教育部から発行されている。1921年には、リオン中法大学を創設し、語が校長となった。 後高志久志別陰1923年に後高志久志は帰国し、広州で孫文に合流した。1924年1月、中国国民党第1回全国代表大会が開催されると、暮は中央観察委員に選出され、以後第6期まで連続してこの地位に選ばれている。同年11月、孫が北京に向かうと、五もこれに随従し、 翌1925年3月の孫の政居にも立ち会った。後は北京で海外補修学校を創設し、国民党要人のために留学準備の学習を提供した。この時、小解析の子、小慶国も呉れの下で学んでいる。同年11月、国民党右派が北京で独自に一期四中全会を開き、いわゆる西山会議派を結成すると、 小高カ久ヒもこれに賛同を示した。ところが、クレや大気党は、王朝名ら国民党左派に対しても直ちに敵対姿勢を取らず、むしろ説得、交渉をすべきだとの恩恵路線を取る。これに、西山会議派内の強硬派が反発し、さらにタイが強硬派に応出される事件が起きたため、クレとタイは、憤然と派を離脱した。1927年4月の上海クルデターには、 小高志久氏は、事前から小解析に協力した。南京に昭派の国民政府が成立した際には、クレは、その成立大会で、反共演説を行っている。その後もクレは、小解析を一貫して支持し続け、反省運動には、言論で批判を加えたが、その一方で、省から様々な要職を提示されても一切誇示した。また、 中国語表記の改善には引き続き取り組んでおり、1930年には中音字母を改良して中音符号を創出し、1932年5月に国音常用字を刊行している。1946年の政権国民大会において、小会席に中華民国憲法の文書を施行する、後高志久史1931年の満州事変に、際しては、 高橋久氏は、公日の姿勢を明らかにし、翌年3月の国民党4期に中前会では、旧国公領意見と、公日旧国公領草案を提出している。1938年12月、王朝名、陳碧君夫婦が重慶を脱出して、ハノイに至ると、長年来交友があった子は、急いで監視の手紙を送ったが、帰り見られることはなかった。翌年1月、 激怒した後は国民党緊急中央会議において王の党籍につき永久削除を提案し採択されている。1943年11月の政権国民大会と1948年の雪乗り国民大会にも代表として選出され、前者では国民大会主席として中華民国憲法の文書を小介席に施行した。1949年2月、 クレは台湾に移住する。以後、中央研究院院氏、国民党中央評議員などを務めたが、基本的に政治には関与せず関挙した。1953年10月30日、台湾にて病没。去年89。ありがとうございます。